皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はいよいよ HRE オープンハウスをお届けいたします。そうです、去年僕が行けなかったやつです。おい、ということで今回はしっかりお届けしたいと思います。というわけでチャンネル登録してから続きをお楽しみください。どうぞ。早速ちょっとこのショールーム、このショールームから中に入ってみたいと思います。で、中に入るとこんな感じで新作のディッシュのホイール、これ多分今日発表になったやつ、これが飾ってあって、なんとこちら裏側もこんな感じで極限まで削ってあるというこの新作。というわけで、はい、あのディッシュ担当飯村さん、ディッシュ担当じゃない、はいはい、ではないで、はい、飯村さんと中回ってみたいと思います。これ新作いいっすね。これ新作いいね。だこれがフローティングになってて、でフローティングのキャップもロールス純正がはまるようになってるんで、まあ HRE のロールス以外は HRE のロゴだし、回らないやつですよね。回らないやつ、はい、こちらのタイプだ。935よりここがだいぶ違うかなと。そうだね、ワンピースで、はい、しかも今回ワンピースで今まで23ができなかったのが今回から24ができる。あ、そうなんですか。じゃあいろいろバリエーションが、特になんかスポーク太いから SUV とかもっと似合う気が。そうね、そうね、935ちょっとスポーク細いじゃないですか。あ、確かに確かに、ちょっとレーシングな方向からラグジュアリーな方向しますよね。でこれフィニッシュでだいぶ違うのかなと。そうね、じゃあブラッシュドとかポリッシュなんかするとまたイメージだいぶ違うから。で、そっちも新作。これ表にあのちょうど履いてる車あったんで、これ後でお届けしたいと思いますけど、これも高級感すごいですね。これもちゃんとなんかもう細いよね。めちゃくちゃ細いです。で、スポークもちょっとこう 3D 形状というか、なんかシュッシュッなってますよね。で、リムまで伸びてて、これもフローティングタイプのセンターキャップです。はい。そしてこっちも新作。もうとにかく人がすごいです、今日。こちらも表に飛ばした通り、カリランとか、レンジとかめちゃくちゃ似合いそうな感じ。まあ、その辺を思いっきりターゲットしてる。これ5本スポークってちなみにこれどうなってるんですか、裏が。あ、削ってある。あ、ほんとだ。やべえ。というわけで、こんなぶっとい5本スポークなのに、この裏側がしっかり。薄いね。だから細いスポークの、こういう、なんていうんですか、アルピナのホイールみたいなのがベタッてした感じの。こんな感じ。さすが。で、選択やっぱこのカラーのと、モノトーンの2種類あるそうです。そして中に入るとご覧ください。日本でまだほとんど走ってない GT3RS が、これも HRE のワンピース。やっぱりこの辺ワンピースはかっこいいですね。ですよね。ムチムチのこの辺も多分アメリカでもまだ少ないですよね。まだ少ないです。日本は多分まだ納車が1台もなってないと思う。ですよね。そしてもう絶対車検通らないだろうっていうウィッグなんか外して登録みたいな話をちらほら聞いてます。あ、サトルさんです。あ、ノリさん、よろしくお願いします。おはようございます。今日ありがとうございます。で、この辺が新作ずらずらって感じですよね。そうですね、全部新作です。はい、この辺はクラシックヴィンテージの発展系ですよね。そうですね、ヴィンテージのそういうことです。はい、なんか935と合体したみたいな。そんな感じですね。というわけで、今まであったメッシュをちょっとディッシュ風にして、ちょっとディスクちっちゃくして、これかっこいいっすね。やっぱりディッシュって世界的に要望多いんですか。多いですね、結構何の車でも合うので、はい、なるほど、トレンドもディッシュと。そしてこの辺も新しい。ここも新しいです、はい、これは528で、これシリーズは全部ここはボルトホールがこういう風に削ってあると、はいはい、これ FMRX のみ。そうですね、あと3ピースもできます。3ピースもできます。はい、というわけでこれシリーズはここもこれも全部ボルトホールのところがこうえぐめに削ってあるやつ、はい。そしてそちらの奥にはカーボンリムが。で、今サトルさんにお話をお伺いしたら、なんか今年もしかしたらサイズラインナップが増えるかもということで、増える予定です。お楽しみにということで、こんな感じで。これももともと HX シリーズだったんですけども、これに追加してヴィンテージ520とあとクラシックもできるように。あ、なるほど、はい、でこれ全部チタンで染めてるんで、ボルトもチタンになるんです。あ、チタンボルトになるんですね。この辺のヴィンテージシリーズとかもカーボンリムと組み合わせられる。カーボンリムめっちゃ増えましたね。結構増えますね。ですよね、は
もっと出していく予定なので。というわけでサイズラインナップが拡充されたらもっと増えるかもしれないということで、カーボンリムもめちゃくちゃ盛り上がってる感じがします。そして奥はポルシェが4台。そうですね、結構ポルシェ今回来てます。なかなかちょっと音楽が爆音なんで聞き取りづらいかもしれないですけど、こんな感じで GT3 と964と992と 991.1 の GT3RS かな。この辺やっぱりワンピースめちゃくちゃかっこいいっすね。ちょい引っ張り気味でこれ色いいっすね。いいですよね、色めっちゃかっこいいっす。こっちの GT3 がカーボンリム開いてます。こんな感じで内装もおしゃれ、内装もめちゃくちゃおしゃれな1台です。そしてここから工場ですけど、こっちはフローフォームの在庫がえぐいことになっております。ここから世界中に発送されるそうです。こんな感じでもう数え切れない、奥も半端ないですからね。もう超巨大ホイールサプライヤーって感じ。すげえな、天井の高さがもう日本じゃないですね。そうだね、はい。そして他にも国産車の HRV 履いた車たちが、もうちょっとネオクラかな、 NSX と、そして80スープラ、あのボンドにも、ま、80スープラフリークがいるんで、いるんですよ。ボンドボディにちなみに80スープラフリークいるんで、ご相談いただけるといろんなアドバイスできるんじゃないかなと。でこの辺もやっぱりアメリカらしく内装もしっかりこんな感じで仕上げて、めちゃくちゃクリーンコンディション。いやヘッドライトも綺麗、綺麗ですね。アメリカ走ってる車はヘッドライトがなぜか綺麗という。塗装なんかカサカサっすけど、トヨタって書いてある。じゃあ純正のヘッドライトですね。この辺のスープラとか日本車のネオクラな車もこんな感じで展示されております。そしてこっちはリムがこんな感じでズラズラっと、みんな 2P、1P かな、これ。あ、違う、これ 2P のリムっすね。こんな感じで 2P のリムが、だ本当に幅によって全然違ってくるんで、大量に在庫されてると。これとかめちゃ太いっすね。これ太いっすね。そしてやってまいりました、ボーデンのカレラ GT522 M か、モノブロックセンターロックの。カレラ GT すらあんまり間近で見ることないですからね。そうだね、この前のだからショップで、はい、もう見たいな。ショップツアーで先に見させてもらいましたけど、こんな感じで、これラッピングなんですよね。これが純正色でしょ。あ、これ純正色か。あっちがラッピング、向こうにもう1台なんとカレラ GT があるんですけど、そっちはなんとラッピングということで、めちゃくちゃかっこいいな。めちゃくちゃかっこいい。そっちの GT3 もこれさすがに純正色じゃないですよね。これは純正色じゃないんじゃない。これがカーボンリムのクラシック。あ、これかっこいいですね。ヴィンテージ501でカーボンリム、ヴィンテージの501とカーボンリムの組み合わせ。そして漏れなくフルスも、これラッピングっすよね。ラッピングっすね。これはラッピングだね。だポルシェってツヤ感がすごいね、これ。そうっすね、これツヤ塗装と変わんないっすね。なんかポルシェってだからワンピースでちょっとレーシーに仕上げるか、そうそうそう、クラシックに行く、クラシックに行ってちょっとこうまた違うレーシーさにするか、いろいろやりようがあるなと。そしてこっちがフルラップされてるカレラ GT 水色。というわけでこっちも522の M を履いてると。すげえな、これ中もおしゃれですね。中もおしゃれてる、はい、かっこいい。これちょっと短パン T シャツで乗りたいですね。そうだね、はい。というわけでここまでが、まあ、ショールームから入って、このフローフォームの在庫とリムがあるこっちの工場というよりこっち倉庫ですかね、こっちの展示になります。続いて工場の中入ってみたいと思います。というわけでこれめっちゃかっこいいね。純正色です。リム、じゃあ鑑定できる方コメントください。というわけでこれも HRV のワンピース入ってます。この辺なんかワンピースでちょっとムチムチのタイヤ履いてるとめちゃくちゃかっこいいなという個人的に思います。そしてこっちには81にカーボンリムと、こんな感じでコンペバンパーすごいねこれ。だいたい中に入ってる車は結構特急の、前回もなんかハイパーカーが入ってたりしたんで、中は結構すごい車やっぱり入ってます。
で、カーボンリム、まあ、価格とあとサイズラインナップで今悩んでる方も多いと思うんですけど、サイズラインナップは今後あの拡充していくらしいです。年内にも新しいサイズがラインナップされるらしいんで、興味のある方はぜひぜひ。で、まあ、HRA に限らずなんですけど、単造ホイール本当に自由度が高いんで、まあ、オフセットもそうだし、インチもそうだし、 PCD もハブも全部指定できるんで、この辺のアメ車も結構ご用達ということで、この辺は2ピースかな、まあ、ホイールこんな感じ でアメ車だとリアめちゃくちゃ太いんですけど、その辺もしっかり、これコンケーブもしててリブもあってすごいことなんですね。でこの辺のは本当に中入ってる車は内装もめちゃくちゃクリーンで、これエンジンルームすごいんですよ。この感じはもう僕には分かりません。詳しい方コメントください。エンジンも何のやつだか分かんないですけど、多分乗せ替えてめちゃくちゃ綺麗になってる。こっちもビュイックエンジン乗せ替えて、なんか GNX?S? のエンジンなんか分かんないです僕は。 V8 になってるのかな。こんな感じで乗せ替えのビュイックあったりとか、これもちろん HRE のメッシュの方に入ってる。でこちら一見すると HRE のホイールじゃなくねと思いきや、こっちもしっかり HRE のホイール。これハブキャップがめっちゃでっかいのついてるんですけど、分かりづらいんですけど、これもちゃんと HRE の単造ホイールになってる。リアこんなにリムがついてるんで、で同じホイールなのに本当履かせ方とかサイズで全然違って見えるし、まあ、いろんな車に流用ができると。でこれもなんか信じられないぐらいでかいスーパーチャージャーがついてるエンジンに乗せ替えられてます。そしてこちらの奥、これなんか見たことあるぞっていう方も多いと思うんですけど、なんとこれワイルドスピードの10の劇中車みたいです。ドミニク・トレッド、それが乗ってた車です。正直もう名車の域らしいんで、塗装のコンディションは良くないんですけど、あこれでもフェンダーとか全部ファイバーなんだ。ファイバーの目がさりげなく見える。そしてワイルドスピードといえばノスがちゃんと実車の方にも積まれてる。でこれ HRE のこのちょっとクラシックなボボンスポーク、そちらを履いてる。こんな激レア車も中には止まっております。この光景すごいですよね。このホイールになる前のこのたくさんのホイールたちとこういう名車が。そしてここから外の展示になります。あ、これタクの車なんですか。なるほど。というわけでここからが外の展示になるんですけど、ちょっと爆音なんで聞き取りづらかったらすいません。タクモータースポーツって言って HRE のすぐそばにある有名ショップ、ここもインスタとかで超有名ですよね。インスタ超有名だね。オーダーしたホイールが3日で届く。あ、そうなんですか。すごい。目の前だから。あ、確かに、まあ、取り行ってきますみたいな。そうもう本当に道挟んで反対側っていう感じの場所にあるショップの車、スピードスターとこの辺なんかもワンピース入ってるのかな。似合うなあ。これも有名車ですよね。タグモータースポーツが作ったこちらピースターシルバーの、これかっこいいな。そしてそのイートロン GT も見たことあります。あ、そうね、はい、これも有名な車だと思います。フライヤーになったりとかしてるから。あ、なるほど、まあ、近いっていうのもあるけど。そして 35GTR があったりとか、まあ、その辺の車もみんな HRE 入ってると。これ HRE 尽くしの1日になっております。そしてその隣がボーデンオートハウス。あの今日僕 T シャツがボーデンです。はい。あ、これちょうど工場行った時にありましたね、この車。この辺のピックアップトラックも HRA の名手ワンピース、ワンピース2ピースワンピースか、この辺履いてたりとか。99にも白だからうまいっすよね、履きこなしが。白って意外に難しくないですか、履くの。そうかな。でも意外に逆に何でも合っちゃうから。あ、そうだから全然履きやすいとは思うんだけど、どっちかというとちょっとポップな色とか白白の方が、まあ、これなんかもう王道だよね、似合うかなって感じしますけど。というわけでこんな感じで、ちなみにボーデンオートハウスはマフラーでも超有名ということで。あ、いた。気づいてなかった。気づいてない。え、はい、一般の人フリー。今回途中から
合流した内山店長です、はい、あと岡君も今回参加しておりますんで、内山店長視点の意見もどんどん入れていってください、はい、入れていきましょう。うっちなんかこうビビッときた車は、俺なんかシンプルにあの E6 さんかっこよくない？ああれあれね、ちょっと見に行きましょう、見に行きましょう。これモノブロック、モノブロック、なんかすごくスーパーカーとかいっぱいあるけど、確かにもうなんか何もシンプルだし、すげえかっこいいと思って。これかっこいいね。なんかこうやっぱ E クラスの D ラインのウィルがあってなんかこうめちゃくちゃ難しいことしてるわけじゃないんだけど、なんか車高とデズラーとホイールのチョイスのこのセンスで勝負してる感じが。じゃあこんな感じを東京店大阪店から出るんですね。というわけでボーデンオートハウスのブースからボーデンオートハウス T シャツを着てお届けしました。他にも本当に会場外も結構広くてこんな感じで、でまだ始まったばっかりなんでお客さんの入りはそんなに入ってないですけど、これから多分もっと車増えるんじゃないですか。あ、去年より多いんだ。なんか去年がなんかコロナかなんかだいぶ少なかったの、今年は増やしてる。なるほど、はい、で今回はなんかゴールドラッシュラリーのスタート地点も兼ねてるということ で、ね、ここから多分スーパーカーハイパーカーもたくさん入ってくるんじゃないかなと。それは入ってきたらお届けします、はい、外のこの展示の車は大阪店岡君と内山店長とちょっと回ってみたいと思います。というわけでこっちの端っこにもたくさん HRA 履いた、たまにあのノーマルだったりたまにベロスだったりしますけど、 SPO とかしれっとノーマル。あ、そうなんだ。基本的に、まあ、HRA 履いてる車が集まってはいますけど、そうっすね、別にダメじゃないということ で他の車もたくさんいると。というわけで355、これ355、これでもかっこいいですね。これかっこいいね、めちゃくちゃシンプルで、多分インチも多分大きくしすぎない、あえての多分、ね、この中多分純正をちょっとこうオマージュしてる感じがいい。そう、そんな感じ。こういうのすごい好きなのなんかでもこの辺の車とかハイパーカーってもう純正のホイールがないから、あ、なんか言ってましたね、土地が普段履きになんかあえて変えちゃうっていうケースは多いみたいです。なんかこのザ・ボンドみたいな、確かに東京店っぽい。これだって飯村さんが一回この感じでつけてるでしょ。つけてますね。というわけでこんな感じで BBS もいますし、はい、かっこいいね。日本だとやっぱりちょっと黒系とかブラッシュドブラック系とかになりがちですけど、意外にこのちょっとシャンパンっぽい色とかアメリカっぽくてかっこいいな。そして M4 もめっちゃ多いね。多いね。そうですね、現行と前型と、まだ前型の方が数は多いですね。この辺なんかはトラックスタイルな M3、 日本でもたまにこういうワンピースにムチムチのちょっとタイヤの感じいますけど。そしてこの辺からは多分ショップじゃなくて一般エントリーがおそらく多いんじゃないかなと。46なんかもこの辺たくさん止まってて、本物？あ、でも違うか。え、これカーボンじゃない？あ、これはあのセンターコンソールも普通のやつなんで、あ、CSL バンパーですね。でもトランクもちゃんと CSL トランクにダックテールのやつなってるんじゃないかな。そうだよね。ですね。そしてこっちも M3。かっこいい。あれ、このデザインってまだあんの？540だっけ？なんかリメイクしましたね。このラウンド系はもうないかもしれない。このディスクがこう、こうなってるのはないかも。そしてこの辺もずらずらっと一般エントリーの車みたいで、すごいストリート感あります。でこちらがリフトのエアロがついてる720。あ、これ MV 履いてるんだ。岡君がちょうどこの色と同じ色のラッピングじゃないですか。そうですね。下車作りましたけど、これこんな感じで MV 履いてる車もいると。青色が出てる。あ、元色が。そうですね。こんな感じで一周フルラップされて MV 履いてベタベタになってる。こちらがゴールドラッシュラリー。何日間もかけてアメリカこうラリーで回るやつがイベントがあるらしいですけど、それに参加する車たちがここに並ぶみたいです。
N60 のエアロつけた70かな。あ、これワイドボディキットなんだ。この辺とか、あとこっち側にも FF? FF FF のホイールで、 MV のホイール、新しいやつ。これツッチーがブログ出してたよね。これかっこいい ね。これポリッシュにするとまた全然雰囲気違うの。かっこいいね。こんな感じでこの辺も。だから今日からこのゴールドラッシュラリーが始まって、この辺の車たちが西海岸中心なのかな、うん、走り回るということで今たくさん入ってきました。ちょっと日本でもガンボール一回やってましたけど、やってましたね。ぜひちょっとゴールドラッシュラリーとかその辺もやってほしいなって個人的には思います。さあ、そしてこっちがゴールドラッシュラリーのスタート地点になってる。参加する車がこんな感じでずらずらっと。ゴールドラッシュラリーは結構ノーマルのオイルの車なんかもありますけど、すごいこうスーパーカー、ハイパーカーがたくさん。コンペ意外に静かこの2台先頭で行くんですか。どうなんだ。このバックユーペイミーっていうのもなんかトラックで来てました、ね。あとゴールドラッシュラリーに走る車だと思うんですけど、マクラーレンのセナ GTR、 GTR ウィングやばいねこれ。すごいですね。すごい人だかりになってます。いよいよゴールドラッシュラリーがスタートしました。 N60 の社長も参戦みたいです。ここが一番メインの入ってきてすぐの通りになってます。で、江村店長と岡店長に一緒に歩いてみたいと思います。で、この手前になんとシロンが、こっちノーマルですけどこんなハイパーカーがあって、こっちは HRE 履いてるブガッティシロン。インチはノーマルのまんますね。結構なんか普通っていうかさりげないですね、中とかすげえな。これインチアップできないんでしょうね、おそらく。で、やっぱり入り口なんでこっちは結構派手な車、有名な車がたくさん展示されています。すごい色の DBX が、これもノーマル。これは707。あ、でもアストンマーティンサンディエゴがディーラーが展示してると。で、向こうにはなんかルシッドモータースが出展してたりとか、ディーラーとかその辺なんかも。スパイダーもすごい色、こちらも HRE のホイール入ってます。いい色ですね。で、SF90 も。あ、これボーデンの車なんですね。この辺も止まってたりとか。あ、これピオラ香港らしいです。ボーデンを倒す。そしてこっちすごい色のベンテイガとSF90 と、なかなか日本でこれだけの量スーパーカーとか見る機会ないんじゃないかなと。そして一番最後の紹介になりましたけど、今回の一番の、まあ、推しというか看板というか、新作ホイールを履いたカリナンとレンジローバーがこちらになります。やっぱりポルシェ鉄板ですね。鉄板だね。996っぽいですもんね、デザインが。このデザインがね、996ターボのホイールっぽい、ということで、まあ、ポルシェはもう外さないんじゃないかなと。で、リアのリムもいい感じですね。こんな感じで、これクレヨンじゃないですか、普通シルバーですか。クレヨンじゃないですね。クレヨン。クレヨンじゃない、じゃない、シルバー。はい。そしてこっちも、あ、だからこんな感じのトラックスタイルすっごいかっこいいと思うんですよ ね。こっちも新作の、このハブボルトのところがちょっと特徴的なこちらのホイール。あえて20インチですもんね、トラックスタイルの。この辺なんかも。
でかくしなくてもタイヤのチョイスで、うん、かっこいいっぽく見せるっていうのも全然いいと思います。そして最後じゃあご覧いただきましょう。こちらです。今回の一番目玉の車というか看板の車、新型レンジとカリナ、これに新作のホイール履いてます。めちゃくちゃ似合ってるラグジュアリーな感じです、はい、これがこれも新作、反対側が違うデザイン、はい、こっち側も新作で、なおかつこの反対側、要は右左で違うホイールを履いてるということで、こっちの新型レンジはこのぶっとい5本スポーク、これもだからなんか一歩間違えたらエスカレード純正のなんかぽいぽいぽいホイールみたいな、そんな感じなんで SUV やっぱり似合わないはずがないということ でこれをすごい思ったそうに見えるんですけど、裏側もしっかりケツで、こっちがやっぱりいろんなショップ今回オープンハウス前にさ回らせてもらいましたけど、カリナンとかレンジとかゲレンデ、その辺がやっぱり都市部ですっごい流行ってるって言ってました。そしてこっちのカリナンはもう似合わないはずがない、新作のディッシュを履いてるということで、だこんな感じで履いてもいいし、これポリッシュとかブラッシュとか、そうね、それだといいし、純正のフローティングキャップにしてもいいし、まあ今回デモカーなんで HR でいいだけど、個人的には真っ白のカリナに真っ白のディッシュを真っ白のホイール見たいですよね、はい、というわけでこんな感じで会場の様子をお届けいたしました、まあ、新作かなり熱いのが今回いろいろ出てるんで、新作の量もえぐいですもんね、量がえぐいっ、ね、やっぱり45周年ってことなんで今回、あ、今回45周年なんで、5周年なんで、まあ、新たにすごくたくさん出してくる、なるほど、ということで今年来年 HRE やっぱり目が離せないなと、そんな感じに、これさっきオーダーもらったし、あ、これもう早速オーダーを岡君いただいたみたいなんで、日本でじゃあ年内に見れるかな、はい、カリナン、うん、マイバッハ、あ、マイバッハなんだ、現行 GLS、 223、あ、223に履かせるの、これ入れる、というわけで皆さんじゃあ想像しておいてください、これを223に履かせるということで、こんなのが日本で間もなく見れるかもしれないということで、こんな感じが HRE オープンハウスでございました。さあというわけで1日 HRE オープンハウスの様子をお届けいたしました。結構イベントで音楽なんかも流れてて聞き取りづらかったところもあると思うんですけど、こんな感じでもう周辺から HRE 履いた車、その他のホイール履いた車がたくさん集まる、もう非常に盛り上がったイベントでした。で今回の様子は動画もちろんなんですけど、ボンドグループの各種 SNS でもアップしてますんで、ぜひそちらもフォローしてチェックしてみてください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。